はい、どうもこんにちは、もともと TV のもとデイです。ということで、お名前ラジオ第19回ということで、次でね20回なんですけども、今回はねまたコミュニティで何も募集してなくて、というのも今週ね、まあ、これ日曜日のちょっと隙間時間にね収録してるんですけど、今週だから、まあ先週というか、まあ今週すごいね忙しくて、ハードスケジュールで、まあ、タイトスケジュールで、大学ね4月に入ったんですけども、一番忙しかった週なんじゃないかなみたいな感じの1週間でした。しかもこの声ね、鼻声っていう、もう風邪もひいてたし、ちょっときつい1週間で、でね、動画撮る時間も全然なくて、で、まあ、ラジオだけはちょっと上げとこうかなって思って、近況報告もしたいんでね、このラジオちょっと隙間時間で撮ってます。まあちょっといつもより短いと思うんですけども、ぜひね最後まで聞いてください。ということで、近況報告って言ったんですけど、全然ね最近ちょっと動画をね撮る時間がなくて、選手もすごい忙しくてね、なかったんですけど、ただ撮らないといけない動画がね溜まってるんですよ。で、撮らないといけない動画って何ぞやっていうと、提供動画なんですよね。ありがたいことに何件かね、企業の方からこの商品紹介してくださいとか、ぜひ興味ありますかみたいなメールが来るんですけど、まあ提供動画のね時はメールでやり取りしたりするんですけど、まあ意気込みだけはあるんでね、忙しくて動画撮る時間ないくせに、ちょっと意気込みだけはあるんで、メールでぜひやらせてくださいってね結構何件かに言って、で商品だけが今届いてる状態なんですよね。だから早くね動画を撮って編集して上げて行きたいんですけども、本当になかなかね動画の時間がなくて、明日の月曜日もねもう一日中予定があって、もう家に帰ってくるの多分もう夜中の12時ぐらいかなみたいな感じなんですよね。で、まあ夜撮るとね、結構壁も薄いんでね、近所迷惑にもなるし、夜やったら暗いしね、昼の、明るい時にねやっぱ動画撮りたいんですよ。なかなかその時間をね空けれる時がなくてね、そうだからちょっとねこれから提供動画がね続くかもしれないんですけども、まあ、そこはちょっとお許しをというか、お前なんか提供 YouTuber みたいになってるやんみたいになるかもしれないんですけど、ちょっと僕が貯めすぎてたっていうのもあるんですけど、ちょっと提供動画がね多くなったりするかもしれないです。だからちょっと工夫してね、提供動画、文房具動画、提供動画文房具動画みたいな、ちょっと挟みながらね頑張っていければなと思ってます。筆箱紹介もね10月してなかったんで、しないとなっていう感じなんですけども、で、まあ忙しくさせてもらってるとか言いながら、これね、まあ、分かる人には分かるんですけども、11月のね最初の頃にオフィシャルヒゲダンディズム、これね、ここにもオフィシャルヒゲダンディズムって書いてるんですけども、まあ僕ね結構ラジオでもオフィシャルヒゲダンディズム好きって言ってるんですけども、ライブにね行ってきました、11月。まあ、これがねめちゃめちゃ良くて、まあ、初めて行ったんですよね、オフィシャルヒゲダンディズムのライブに。じゃあね、生歌めちゃめちゃうまいし、もうめちゃめちゃ興奮したんですよね。だからあんまりね、まあ、ツアーなんで今も続いてる、全国各地回ってるんでね、どんな曲歌ったとかそういうネタバレはねしないんですけど、まあね一つ言えるのが、好きなアーティストいるのであれば、まあ、その人のライブには行くべきやなって僕は思いました。3月にもね、来年3月にもね僕チケット当たってるんで、友達とヒゲダンのねライブに行く予定あるんですけども、それもめちゃめちゃ楽しみで、でまあぜひね音楽アーティストで誰か好きっていうハマってる人がいればね、ぜひその人のライブにはね 足運ぶべきかなって思います。はい、まあそれだけということで、でねそれにちなんでちょっとロンティー聞いといたんですけど、今週ね忙しくさせてもらってるって言ったんですけども、その中でも火曜日と水曜日と金曜日、バイト入ってたんですよね、大学終わりで。まあ僕うどん屋さんって言ってたんですけど、まあ、丸亀製麺でバイトしてるんですけど、今週バイトいつもの2倍きつかったんですよ。で、何ぞやっていうと、まあ、丸亀製麺ねキャンペーンをしてまして、なんかね
釜玉うどんとかあるじゃないですか、あの卵でね混ぜて食べるうどんなんですけど、その釜玉シリーズのうどんを頼むともう一杯無料で釜玉うどんがついてくるっていう、そんな太っ腹なキャンペーンしていいみたいなキャンペーンをしてたんですよ。まあお客さんも平日なんですけどお客さんも来るし、で僕が入った火水金は全部ねそのキャンペーンに当たる日だったんですよ。特に金曜日は、特にあの金曜日はあのあのキャンペーン最終日でねすごいお客さんも多かったんですけど、まあ、そんなキャンペーンしてると、まあかけうどんとかぶっかけうどんとかね、あのそういう違うメニュー頼む人なかなかいないんですよ。みんな釜玉うどんとか、まあ、そのやっぱ無料で一杯もらいたいんで、だいたい2人で来て1人が釜玉うどんを選んで、もう1人がその無料のキャンペーンの釜玉うどんを食べるみたいな感じだったんですけども、まあ、なかなかねあのだからいつもやったら釜玉うどんのうどんを作るだけやのに、あの釜玉うどん頼まれたら2個作らなあかんっていう2倍のね仕事量で頑張ってたんですけども、そんな中ね、まあこんな客いたよっていうのを3つね、3つかな、3つ紹介したいなと思います。まず1人目はあの理不尽にめちゃめちゃキレてくる客ということでまあ、 あの飲食店のバイトしてたらね、まあなんか理不尽にクレーム入れてくる客とか、まあちょっとあの自分のことお客さんはもう神やっていうのを利用してね、まあ、ずけずけ言ってくる客とかもまあ結構いるんですけど、その中でもね、まあ僕がキレられたわけじゃないんですけど、まあ、うどん作るとこに2人大体いるんですけど、あの僕の後輩が横にいて、その後輩がすごいキレられてたんですけど、なんでみたいな感じに思ったんですけど、まずその人は明太釜玉うどんっていう、まあ、釜玉シリーズね、それの特サイズを選んだんですよね。で僕があの提案したんですよ。ただいまこういうキャンペーンやってまして、明太釜玉の波を頼んでいただくとあの波ついてくるんで、まあ、それにまあ明太子トッピングしたら、まあ、波の値段で特分食べれますよっていう、まあ提案したんですよね。いやそれでも俺明太釜玉特でええわって言って、そのお客さんはね、でそれに釜玉波つけてくれみたいな、だから特と俺は波を食べるんだって言っていたんですよね。あ、分かりました、かしこまりましたって言って作ってたら、なんかちょっと言ってるんですよね。いや特と波食べれるかみたいな、ちょっと独り言かなみたいな感じで言ってたんですけど、実はそれは僕の後輩に話しかけてたらしくて、じゃあもうそっからおい聞いてんのかみたいな感じになって、その後輩がお前特と波俺が食べれるわけないやろみたいな、それやったら波頼んであのもう一杯波のやつ無料にしたら波の値段で特分食べれるやんけっていう、僕がさっき提案してたのを後輩にズバーンって言ってて、あれでもさっきそれじゃなくていいよって言ったやんって僕思いながら聞いてたんですけど、で結局その人明太釜玉の波と僕が提案したね波のサイズ波の値段で特分食べれるっていう方法で頼んでたんですけど、あれ最初いや俺はそれでも特がいいって言ってたのになとか思いながら、なんであの時キレてたんやろっていう、今でもちょっと謎なねお客さんが一人目で、二人目はねOK がわからない中国人ということで、まああのいろんなね外国人もたまに来たりするんですけど、中国人2人組が来て、まああの当たり前に中国語伝わるやろみたいな感じでね中国語で注文してきたんですよ。いやさすがにちょっとわからんなと思って、まあ僕が Can you speak English って聞いたんですよ。まあ僕も英語そんなベラベラ喋れないですけど、まあうどんのそのやり取りであればなんとか単語は知ってるんでなんとかいけるかなみたいな思って、 Can you speak English って聞いたんですけど、まあそれ無視されたんですよね。あれ全然分からへんなみたいな。まあでもメニュー表が前にあって指さしてくれたんですよ。これこれみたいな感じで、まあ中国語でこれみたいな感じで言ってたんかな、そう指さしてくれて、ああこれかと思って、でも波と台と特サイズっていう、まあ、サイズがあるんですよね。だから皿を見せて、これであの僕が指さしながらもう英語喋っても全然あの反応してくれないんで、もう最終手段やなと思って指さしながら
OK って聞いていったんですよ。どの皿がいいですかみたいなニュアンスでね。それもねずっとポカーンってして、いや OK ぐらいちょっとうなずいてくれよとか思いながらね、うん、まあなんとかそこ乗り切って、まあ、頑張ってね、あのお客様が頼みたかった商品出せたんですけど、 OK は世界共通語ちゃうんとか思いながら、あの結構僕 OK って聞いてたんですけど、ずっとポカーンとした顔で中国語を一方的に喋ってきましたね、うん、ちょっとね、まあ OK ぐらいはね分かっといてよっていう感じのお客さんでした。でラストは実はすごい人だったあの夫婦というお客さんで、あのこれはね最終日に入った時に、あのまあ結構ねいろんなねお客さんが来て、僕もちょっとねこうあのストレスが溜まってたというか、いつもよりもねちょっとこうね、なんかこうムカムカしながら仕事やってる部分もちょっと僕はあったんですけど、そんな時にあのちょっとね年配の夫婦が来て、まあ釜玉うどんと無料の釜玉うどん頼まれたんですけど、あの一つのうどんに卵を二つ入れて、でもう一つは卵入れなくていいと。だから本来なら1個ずつうどんに卵入れるんですけども、それを片方に2つ入れろという注文をしてきたんですよね。まあ全然いいんですけど、僕はその時になぜか分かんないですけど、かしこまりましたじゃなくて、なんか分かんないんですけど、なんで今でもそんなん言ったのとか思いながら思うんですけど、あの1つのうどんに卵2つ入れてしまうと会計時にあのややこしくなってしまうので、あの別のね小鉢にあの卵を1つ入れて、もう1つはうどんの上に乗っけるという形でよろしいでしょうかっていう、まあまあ確かに会計時にややこしくなるんですけども、まあ言ったら分かるんですよね、レジにそれ釜玉2つですって。でまあそれを同じこと言われまして、おじいちゃんに、その夫婦のねおじいちゃんに、いやレジに言うたらええかなみたいな言われて、でも僕なんかその時ちょっとムカムカしてて、かたくなにね、いやすいません先ほども申し上げたように会計時にちょっとややこしくなりますのでって言うのをね言ってたら、店長がねパパパパって駆けつけてくれて、すいません申し訳ございませんって言って、もうレジの方にはもう伝えましたのでみたいな、そのままお進みくださいみたいな言ってるんですよね。いつもはそんなんないんですけど、店長どないしたのと思ったら、その、 あのご年配の夫婦はあの店長よりも偉いあのめちゃめちゃね、もう言うたらあのなんか学校の校長先生みたいな、そのすごい方だったんですよね、二人とも。何してんねんみたいな、まあ僕怒られてはないんですけど、あの人らあのそんなあかんあかんみたいな、丸亀でもすごい偉い人やからみたいな、実はあのなんか変な注文してくる変な客かなと思ったら、丸亀のめちゃめちゃトップの偉い人やったっていうね、ちょっと3人のお客さんというか3つのお客さんシリーズでございました。ということで、あの冒頭にも言ったようにね、最近というかこれからちょっと提供動画が続くかなっていう感じなんで、そこのところはちょっとねどうかお許しをという感じでお願いします。まあ12月もね期末とかに近づいてきて、ちょっとね落ち着いて動画をボンボン上げれるっていう時期がね来るにはちょっと遠ざかると思うんですけども、今も中間の時期でね、まあぼちぼち提供動画多くなるかなと思うんですけども、ラジオはね、隙間時間15分ぐらいあればこれ撮れるんで、隙間時間見っけてやろうかなと思います。ということで次はね第20回、記念すべき20回やね、まあなんか企画みたいなことできればなと思ってます。ということで、お名前ラジオ第20、20回でお会いしましょう。